急に天野くんから連絡が来たと思ったら、この前の告白は何かの手違いとかだったのかしら。そう考えた方がしっくりくる部分がすごく多いし。急にお呼び立てして。天道さん。天野くんこそ。はい。私との交際をやめたいと思ってるんでしょ。いいのよ。そりゃそうよね。取り消したいのよね。私の返事なら気にしなくていいわ。あの返事は嘘ではないけれど、でも私側も勢いで返事しちゃっ、ああ、いや、その少なくとも嫌われているとかじゃないっぽいと分かって。それはもちろん嫌いなわけないじゃない。あの、もしよければ僕とデートしてくれませんか。え？え？どういうも何もデートのお誘いなんですけど。いや、それはわかりますけど、僕たちこれから交際していくんですよね。でもだからって白黒つけずに回線切断するのはゲーマーとして違うかなって。はい、じゃあその、少し遅くなりましたけど、ふつつかものですが、これからも末永くよろしくお願いいたします。あ、ですよね。はい、肝に銘じておきます。そうしてちょうだい。じゃあ今日はこの辺りで解散ということで。はい。おさいとなんか違う。でも今更対応を変えてなんて言えない。だってこれ以上彼に距離を詰められたら私。ここがかの有名なリア充御用達施設、アラウンドワン。これはメインディッシュにとっておきましょうか。じゃあまず最初はどこかな。僕は人類を裏切ってしまった。お待たせしました。どうかしら。似合ってますというか、そういう凡庸な感想を言いたくないレベルなんです。似合ってますとか、そういう凡庸な感想をまず言ってくださるかしら。似合ってます。よろしい。